足跡は一人分、刺客は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、ベテンテン、お着け。捕まったような。助けて。殺させるものか。血が止まらない。深く切られた。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助けて。八郎、貞男の弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。貞男はどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞男がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは？ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。
ソロ、さあ。誰が相手だ。コロッチンアクトルナ。かけろ、ソロ。この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。セグダ、奴らのことをずっと探してんだが、全く足取りがつかめない。どうしてお前はあいつらの占領にこだわるの。白い着物は綺麗で、雲から作られたかと思う。黒い着物はまるで夜の真っ暗闇のような。何かご入り用でしょうか。お探しのものがあるといいんですがね。
これほどの品はありません。恐れながら数が足りませんね。助かった。お達者で。ご遠慮なくご覧ください。よくぞお越しくださいました。酒井様、お達者でいらしたか。素材が足りないようですね。安野どうかご自愛ください。あいつは人手なしのクズ野郎だから、飯を食うためなら盗みも殺しも厭わない。家族が多いんだ。末の子は飢え死にしたし。はい。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地すべてお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。忠雄はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。忠雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬが、村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。よし。坂平がおります。腰抜けは隠れておるか。佐藤、首を洗って待っておる。何の音だ。見に行こう。じきに分かる。
な。調べるぞ。Metal Toolager, and I'll see you next time.館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズめ。殺したのですか。雅子殿。やつは私の慕う者をすべて殺した。だが、なぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして撃つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。
Findwen, para cui buen. Dos tus te. Sí. Hmm.